北のナマハゲは鬼ではなく神様だった。知っているつもりで知らない日本がまだまだある。ちょっと嬉しくなりました。大まもにすれば親方のうちだからすべ。はい、どうも。
ああ、まみんでればいいどもな。朝間もいい年だから、いのものみんなでしっかり面倒見てやらねばダメだぞ。はい、おらいではあいだし、孫も嫁もおばあさんおばあさんって大ずぬしています。さいんだばいいことだ。およそ、はい、去年なまはげが来たとき、孫と嫁、こうした座られて、なまはげさ、下げつぐやつぶせあたり、ま、家の中ぐるっと回ってみたとも、孫も嫁も大嫁に手が、どこさいたんだ。いやいや、なまはげさんとの約束だば、忘れてたわけではねえあたすども。おらいの嫁もほれ、さっきまで、なまはげさんの、お前骨ぐってやったあたすども。今すがた、隣さ、用事だがあるので、出かけ出すものな。孫だぞもな、今までここで遊んでやったあなども、どこさ行ったりな。自分の部屋で勉強でもしてるがな。知ってもんだけどな。隠れてんのかよ。びっくりした。あ、見える。生ハゲが来たと脱げだ。隠れたりするってことは普段ちゃんと真面目にやってねえからだな。いやいや、とんでもないです。生ハゲさん、おらいの嫁だわ。くだってはいいす、働く者だぞって、この辺では評判の嫁だ。孫だすもまだ、親の言うことはよく聞くす。学校から帰ってくれば、宿題もちゃんとやるす。いい孫といい嫁です。今黙っておやつの話を聞いてれば、嫁と孫とが頑張ってるように聞こえるな。そういうことはねえすのもな。よし、はい、なんぼの孫さ、バス巻きでもダメだぞ。おこれが生ハゲ隊長だ。今声見れば何でも分からんだと。あの仙山の山のずばん高いところから毎日里を下ろしている怠け者はいねが、言うことの違いに加えねが、親の面倒に嫁はいないが、何でも調べてこの隊長さ好きでなんだと。少しくぼのような子供調べてみるか。しっかり調べた。だな。くぼの絵の孫の名前はズローって言うな。はい。毎日真面目な学校さば行ってるって書かれてた。真面目な子だすもの。だども真面目なのはただそれだけだってなってるぞ。この日頃、学校さえ行けば先生の言うことが一つも違うね。授業中は周りの子供までさ、いたずらばっかりしていつもごしゃがいでるってなってた。それからまだなんだこれ。学校から帰ってこいば宿題もやらねえで、まっすぐテレンドの前さ行ってゲームばっかりやってどっちも勉強していてなってるぞ。いやいや、去年なまはげさんから注意されて勉強もしているはずだすどもな。勉強もしてますって大調査かかりでいいんですか。親父は勉強もしてるって言うけども、この大調査の場勉強の芸能者もかかりでね。親父の方からもちゃんと注意してもっと勉強もさせねえからダメだぞ。わかりました。こういう子供がいるってことだけ育ててる親の子供を見てみるか。なんだ。ライの嫁もつでなんですか。いつバンスランペてきた。ここの家の嫁の名前はねつこっていうな、はい、隣の中からここに来た当時だが、毎日よく働くとて、親父、いつも自慢してやったな。いい嫁出すもの。だどもなんだ。15年も経ったこの頃では、朝になっても出ない。朝飯の支度は、
年取ったばあさまさやらけてるってなってるぞ。いや、たまにさ、おらいのばあさん、健康のためだと言って、朝ミスのスタグ知らなすものな。おやつ、何の言い訳されてもね、この嫁の朝間の出れのわけもちゃんと調べてきさ。この嫁のつく、夕方になればそばそばして、隣つんどのかっちゃかだと、毎晩、カラオケサイトを抱っこだってる。みんなもなさまで早く映らんやと。おらん方もほれ、早く寝るようになったもんだから、おらいの嫁、夜遅く帰ってくるのはわからねがたすものな。親がこうであれば、いい子が育つわけねえべ。はい、来年生揚げ来るまでかかって、嫁の子供、ちゃんと直しとかねばダメだぞ。おやつ。はい、わかりました。こういう日は孫も嫁も一つのいいこと考えてねえな。まあまあ、玉城さん、玉城さん、よくの大腸すまってもらえちゃなとか。まだまだ減ってが出なんだぞ。まずまず、今年はゆっくり先込んでいけないですか。起きた酒ばす進めるな。まあ、一品のできれば。これ生揚げとこ酒でごまかすつもりでねえか、これ。でもないです。酒だば、お山酒ば言ってるんだぞ。この頃は、生揚げ物の生ニュースです。お、ごめんぞ。いやー、くのこさますんでや。生揚げ物いれば、お山酒はつでがねばねえかな。おちゃんと朝ごはん食べてるか。何が綺麗なんだぞ。頑張れよ。どうか出るのか。元気でいたか。感じにくいなよ。これは、ネツコの本家の母さんがいるぞ。豆出たか、蜜出たか、ネツコになるぞ。また続けてや。また行くなよ。ありがとう。お父さん、先のネツコに入れるのあんなよ。じゃあ、いただきます。うめえ、ズロはどうしてやったんやろ。大丈夫だ。ズロどこ探すのねえな。春だよ、待てか。あーか、真面目。真面目。ちょっとね、邪魔あるさ。これ、こういう人気、ちょっと抱っこしてもらって。朝早いの大事だよ。こういう時、はいはいはい。はい。ありがとうございます。あの寸山の大山となって経営熱さときいつでも大山から置いてくるからね。はい、あげろ生揚げはこいで大山さん帰るとも、お客さん方のことが帰ると払っておいたからな。来年の生揚げ来るまで怪我や病気しないようなみんな現地出るよ。また来るぞ。Oh!